寄りに構えています。引っ張った当たりは一、二塁間を破る。二塁ランナーは三塁、ストップストップ。西川がつなぎました。今日西川も2本目のヒットです。さあこれでワンアウトランナー三塁一塁という形になりました。6回の表のライオンズです。逆方向ヒットになりました。三塁ランナーが今ホームに帰ってきました。ライオンズが勝ち越し。ヒルマに勝ち越しのタイムリーが生まれています。2対1。この6回の表ライオンズが勝ち越しに成功しました。今高めのボール球だったんですが、逆方向に持っていきました。ヒルマチーム今日10本目のヒットが勝ち越しのタイムリーということで、これもヒットになりそうだ。ヒットになる。二塁ランナーは三塁へ回ってくる。ホームに帰ってきました。追加点が入りました。今のは源田のうまいバッティングでした。このイニングライオンズは4本目のヒットになりました。そして藤本監督が出てきます。外に逃げていくボールだった。バットの先でうまく合わせた。二塁ランナーは三塁、止まります。ライオンズは今のペイトンのヒットで4連打ということになりました。三遊間抜けていく。三塁ランナーホームに帰ってきて、二塁ランナーも三塁へ回って今ホームに帰ってきました。そして一塁ランナーが挟まれてタッチアウトになりました。マキノンにもタイムリー、2点タイムリーが生まれています。ヒットが5本連なりました。2点が加わって5対1という。これもレフトへの当たり。6連打になりました。つながりますライオンズ打線です。ライトへライオンズ、その外崎にはヒット、おっとっとしましたが、二塁ランナーホームに帰ってきて記録はヒットになりました。外崎にもタイムリー、そして外崎にヒットが出たので、これで先発全員安打になりました。7者連続ヒットということになりましたね。これで今の外崎の当たり、もうなんかこうチームの勢いが浮かせた一本、ね、そのままだね、はい、グラブに入りかけたんですが柳町掴むことはできませんでした。結果外崎のタイムリーヒットということになりました。6点目が入っています。チーム中5本目、これもヒットになる。二塁ランナーは三塁ストップ。これで佐藤は今日3本目、3安打、猛打賞は今シーズン初めてです。佐藤3安打猛打賞、今シーズン初めての猛打賞ということになりました。そしてこれで8人連続ヒットということになりました。